CNN はアメリカのトランプ前大統領が機密文書の所持を認めるような発言をしているとされる音声記録を放送しました。CNN が27日に放送したおよそ2分の音声は、トランプ氏が大統領退任後の2021年に出版関係者からのインタビューに応じた際に記録されたものだとしています。イランへの攻撃計画に関するものとみられる文書について、トランプ氏とされる音声は、高度な機密だ。これがその文書だと述べ、文書をめくりながら見せる様子がうかがえます。また、大統領として機密解除もできたが、今はできない。まだ機密のままだという音声も確認でき、機密扱いの文書だと認識していたことを示唆する内容となっています。